江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。国家レベルでテコンドーをユネスコ文化遺産に登録させようとしたが失敗に終わった理由ということで、こちら渓谷のスレッドありましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。北朝鮮が掲げた武芸図譜通り志、18世紀後半に絵や文章を通して戦闘時の動作が描かれた書物のユネスコ記憶遺産の内容をもとに、渓谷が伝統武術テコンドーのユネスコ登録を申請しようと数年前から試みていた。北朝鮮は2017年武芸図譜通り志をテコンドーの歴史の根幹という風に登録させたが、渓谷の学会では北朝鮮が掲げた根拠や内容に根拠がない、内容がありえないという風な反応を見せた。共同登録そのものを渓谷では放棄した状況まであった。ムンジェイン政府の時、北朝鮮のユネスコ記憶遺産を利用してテコンドーを登録しようとしたが、これ手から出たのでは？と歴史の正当性問題まで口論化され、伝統という根拠が出るまで保留するという事実上無期限停止になった。こういう理由で、まあ、文化遺産に登録させようとしたけど失敗しちゃったということですね。こちらに対して渓谷の反応がありますんでご紹介していきたいと思います。これが、この写真がその武芸図譜通史と呼ばれるものらしいです、はい、こんな風になんか書いてあるんですって、これはまあテコンドーだけではないんですけど、はい、テコンドーかどうかはもうわからないんですけど、はい、武芸を絵で表しただけの話なんで、はい、この中に弓とかもあるみたいな。はい、じゃあですね、こちら渓谷の反応、一人目オン。なんで空手から派生したということを認めないのかわからない。テコンドーが人気のない武術でもなく、全世界の普及にも成功したので、空手から派生したということがあえて欠点になるはずもない。183-78。自尊心と国民感情から言って渓谷の国民が日本の派生武術を習うと思う。124-18。武術が日本の影響を受けるのが全く恥ずかしいことではないが、柔術の方は柔道があまりにも有名で、そのような柔道の影響を受けて出たのが柔術であり、空手で極真に分派されて出たキックボクシングなどの武術は日本が影響力を多く持つ。あえて歯を食いしばって否定する必要があるだろうか。20。テコンドーは空手の派生したスポーツっていうのが、まあ渓谷ではそういう認識なんでしょう。まあそういう認識であったんですけど。私はショックだね。鉄拳でも学べばよかった。10。鉄拳4世紀から7世紀頃にはすでに行われていた武術であるとしている。その根拠として5世紀に描かれた高栗壁画古墳の一つである安岳3号墳の壁画に鉄拳が描かれているとしている。はい、ということでね、鉄拳をちょっとだけご紹介していきたいと思います。こちらです。これニコニコなんですけど、ちょっとだけ、まあ、演武ですけど、あ、絵が独特ですね。くるくるしてます。あ、こんな感じのね。はい、じゃあですね、次行きたいと思います。こちら、反の日しなければならないのにテコンドーを空手の派生として登録するのが矛盾で屈辱だから、わらわら。30。日帝時代に軍隊で教育された朝鮮人たちが解放後に若干の改良を加えたのがテコンドーだと知っている。渓谷正統武術というならむしろテコンドーよりは鉄拳だよね。四国沖縄日本の順に伝わったのが空手、空手の師範たちが集まって鉄拳と接ぎ木して生まれたのがテコンドー。元老たちが空手の派生が正しいと言っていたし、その方々は空手師範でもある。
そしてテコンドーの競技も空手の教本を参考にして作ったの。空手から派生した武術であることが問題なのではありません。武術はずっと変形発展するものだから。でもテッキョンとは関係ないって言ってた気がする。私が言うのは文化遺産の登録をテコンドーではなくテッキョンで押した方がいいんじゃないかということ。一応テッキョンはすでに無形遺産である。登録されてから10年以上経ったよ。正直に言ってこれは幼い時テコンドーを習ったし、テコンドーが世界化されて自負心を持つ警告人だけど根拠があまりに粗悪。そもそも空手も C 国武術出身なのにどうして出身を隠すんだ、わらわら70。最初から道義をごく真空師との統合する議論まであったのがテコンドーなので、空手を移したテコンドーをなぜ歴史歪曲するのか。テコンドーが渓谷武術なのは確かだよ。でも渓谷の伝統武術ってのはでっち上げじゃないですか。なんで嘘をつくんだよ。25-0いや開け嘘。昔の幼い頃、高句麗伝説、手白由来説、万能壁画のこと、そういうの本当だと信じていたんですが、空手の方を見て本当に衝撃を受けた。万能壁画をマジで信じてんだ。おー、万能壁画はあのテコンドーの起源だ、信じてたらしいね。はい、じゃあですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。そう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 、これですよ、これ万能壁画ね。じゃあ上の方からいきますかね。本当に信じてんだな。どうなるかな。間違ってもテコンドーってかっこいいスポーツではないよね。パクリ文化を登録、空手のパクリだから W? 新興格闘技を文化遺産なるわけないじゃん。ユネスコの存在意義を分かってないな、わら。50年程度の歴史で文化遺産なんて論外だろ。北朝鮮をなんか登録したんだね。あ、北朝鮮はこのさっきの本を登録したのか。当たり前でしょ。第一格闘技として弱いんだから。テコンドーの文化遺産登録は無理でもテコンサッカーなら登録できるかもよ。妄想と歴史の区別がつかない。上脱いでるからどっちかってえとモンゴル相撲に見える。こんなものを銀河の歴史に刻まないで、わら。いやいや、テコンドーはそんなに古くないだろ。本家空手と比べたらテコンドーってただのおさわり空手にしか見えないんだが、空手から派生したのなら源流の空手が文化遺産になるべきとなるんじゃね、普通なら、わら。テコンドーの第一人者本人が空手を元にしたって発言したら追放したじゃん。テコンドーの派生で少林寺拳法やムエタイになったとか言うなよ。新しい万能壁画、まずアメリカで炭と紙の炭素年代測定してみようか。何年前の紙かな、わら。もうちょっと待つにだ。今新しい古文書作ってる最中にだ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。